皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアエンブレム聖戦の系譜続きをやってきます。いいのが落ちたかよ。これは都合が良い。よし、国境を開けろ。奴らを先に進ませるのだ。どの道メルゲンは落とせまい。疲れたところを我らが背後から叩く。背後から、くっくっく、これほど簡単な話はあるまいのう、ジャバローよ。相変わらずですな、ブラムセル殿は。まあ我らも傭兵、金さえいただければ不服はない。存分に働いてみせましょう。背後からっつったね。メルゲン、メルゲンに向かおうとしたところを後ろから来るってことね。なに、反乱軍がイードを制圧しただと。うむ、ライザ、お前はどう思う。彼らはレンスターの救援に向かうと思われます。お父様はレンスター攻略にかかりきりのご様子。アルスターの背後に敵を入れるのは危険です。ここは我らが全軍を持ってこのメルゲンに迎え撃つべきでしょう。そうだな、私は父上をお助けせねばならない。ライザ、兵を指揮して守りを固めてくれるか。はい、お任せください。お前を危険な目に遭わせたくないが、他に信頼できる者がいない。すまないな、ライザ。これは恐れ入ります。でも私のことなど気にしてはなりません。イシュトー様こそどうかお気をつけて。それではライザ隊出撃します。あー、シューターがあるね。メルゲン、来ないな、アルスター。あー、これ無理なんよね。計算したけど、一応バサークの剣、バサークの剣使ってみる。なんか変なことを起こして離れてくれんかな。ないと思うけど。正常。何それ、混乱させるって書いてあるけど。いいよ、もう。ユリア、ちょっと進軍しようかな。あ、出た、リン。ほうほうほう、リンよ、なかなか良い踊りだった。褒美をやるからこっちへ来い。いやらしい男たちの前で踊っとるな。失礼ね、用があるならあんたから来なさいよ。おお、そんな態度でいいのかな。ほほ、気の強いところもまた可愛い。だが口の利き方も覚えねばならんぞ。おい、あの小娘を引っ張ってこい。何をするのさ、話してよバカ。ああ、お、来た。やめろ貴様ら、彼女から手を離せ。なんだ貴様は、たかが傭兵風情でわしに立てつくというのか。リーに手出しをする者はこの俺が許さない。かっこいい、かっこいいってか、なんかキラキラしてるな、アレス。目が、アレスちゃん。なんだと、くそ、おい、誰かこいつを始末しろ。お前たちには見え、この剣が見えないのか。魔剣ミストルティンは人の血を欲しがる。むざむざと餌食になりたいか。ミストルティン持っとるんやね。負けミストルティンだと、貴様まさか。そうだ、黒騎士アレスとは俺のことだ。わかった、すまん。もう物分かりがいい。ちょっとした冗談じゃ、もう二度とこの娘には手を出さんから許してくれ。わかればいい。リン、大丈夫か。うん、アレス、ありがとう。くそ、馬鹿にしよって、今に見ておれよ。背後からやられそうやな、大丈夫か。アレス、そうか、出てくるんか。
うわぁ。お、話す。話す。一般兵ですね。話せる。どういうこと？ブラムセル様の命令でここを通らせるわけにはいかん。早々に立ち去るがいい。ねえ、一般セリフか。話せるんですね、一般の兵と。一応アーチの範囲に入ってみたけど、これでみんな動き出すかな。動き出した。リブロ持ちなんすよね、あいつ。まあまあ、でもそのぐらいだったら大手が。ちょっとこっちの戦力低下が痛いんですよね。ちょっとデルちゃんおらんのほんと痛いなこれ。あ、上は動かないのか。ちょっとこっからね、いつ敵が来るかわからないんで、ちょっと忍ばせてるんですよ、オイフェたちを。でもね、この戦力でここきついやろ。まあでもとりあえずアーチの範囲から逃げないといけない。そうね、どうしようかね。ちょっと敵をうまく釣りながらやっていきたいな。ライザシールドリング、マジックリング、ライザか。なのでこいつ釣りたいな。こいつレスター諸侯同盟で釣れそうだから釣って、でセリリー、他は釣れないかな。大丈夫か。フューリーの位置がいい感じで釣りたい場所ではあるけど、まあそんな急がんでもいいか。セリリー横に置いといて、あ、セリリー横に置いといて、よし。ヨハルバ、あ、そうテオのナインか。そうか、フューリーは、あ、フィーはちょっと、横からヒット&アウェイ作戦しよう。こんなところかな。あ、てか、ここ普通に来れるんやね。まあいいや。いざとなったらオイフェで塞げばいい。え、あ！ミスター、ミスター、ミスター、ミスター。くそ、レスター諸侯同盟で反撃する作戦が。ちょっとちょっとちょっと、うわー、いやらしいな、あそこに。サンダーどっちか倒したいね。バサークの剣やってみようか。バサークさせようか。ちょ、効かんかったけどさ。お、で、何の意味もない。なるほど、効くかどうかって当たったら必ず効くわけではないんですかね。ちょっとこれ間違えたな。
これの隣かな。キラー棒で、キラー棒チャレンジ。ああ。そう。で、ここやろ。これ大丈夫かな。この一匹、ヨハルだ。そっか、ヨハルバ食らったんよね。ほうほう。ほうほう。ああ、なんか作戦がどんどん崩れていく。作戦が崩れていく。いいね、魔力伸びるね。うわ、こんだけ魔力高かったらどんだけ魔法の威力が上がるんだ。え、あ、間違え投資。うわー、あー、なんかめっちゃ間違えと、レスターここに置きたかったのに。最悪やろ。あー、もう全然ダメや、ここいかん。あー、しかももういいよ、知らんよ、もう全員ここ行くか。あ、もう全然ダメや。ちょっと、もう全然ダメ。ああ、ほら。ほら、もう。もうしっかり集中しよう。もういかん、なんか適当にしすぎや。こう、なんでさ、やる前にさ確認したのに、その位置にキャラクターを下ろせなかったんだ。じゃ、すいません、もう一回やり直します。お前が死んでしまうとは。ちょっと待って、違うんですよ。ちょっとレスターの位置を間違えた。確認してたのに間違えた。これはユリアに来るけど、あー、当たったか。え、当たっ、あー、いや大丈夫、ユリア魔法高いから。その弓しか来ない。弓と、まあ、あのサンダーが。そう、サンダーが来るんか。そうそうそう、こんな風にしたかったんですよね。ヨハルバで斧を受けた。で、よし、おおいいね。甘、甘、甘。よし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 。
51%でもきついね。痛い。よいしょ、よいしょ。まあ、これは誰かで取れるよ。しょ。大丈夫よな。24? ああ。え、これ死んでたな。いやあ。危ね。24。魔法26くらって、ああ、死んでたな。もう、ちょっといかん。この章いかん。呪われとる。ちょっともう、シャキッとせないかん、本当に。ライザーを、倒したいんですよ、この章で。あ、このターンで。20、あ、厳しそうやな。25の2回。あ、倒せる。倒せるけど、命中が、命中が終わってる。どうしよう。じゃあとりあえずフィーでこの1234いいね。フィーでこのサンダーをとりあえず厄介なのでやっときます。あ、じゃあ命中率なん、もう何でそんな命中率低いんだ。これ逃げ切りたいけどな、攻めるべきかな、やっぱり。いやー、これはちょっと攻めたら危ないな。ちょっとやっぱ敵の数を減らさないかんから。待てよ。よし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 、オッケー、よし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 、で解散で、こいつも倒したい。こいつもできれば倒し、あ、斬鉄できるな。斬鉄していいかな。おいフェフェ、逃げ切れるか。これ逃げ切れそうやな。この移動範囲が嘘じゃなければ逃げ切れそう。斬鉄して、よし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 、まだ死に急ぐな。まだまだまだそんな、よしよしよし、逃げ切れる。うん、でこの名言、ああ寝るゲン、まあまあいいか、いいかいいかいいか。セリリー、ここを待て。ヨハルバ、ここ置いとくか。ヨハルバ、
ラドネイの前にユリアね。ユリア、ライブ、よし、こんなところかって。ちょっとリブローが飛んでくるのが非常にちょっと悔しいけど、でも全員の HP は満タンにしてるから、ちょっと少ないな、うちの軍戦力低下が著しい。これはいいよ。よし、ジオハルバすごい頑張ってくれてる。よしよしよし、リブローすんなよ。よし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 。ああ、そうた、牛左から。やっちまえやっちまえ。よし、これこれいいね、いいねいいねいいね。これも避けとこう。うわ、よし、いいぞ。ちょ、ヨハルバめっちゃ頑張ってくれてる。おお、偉いね。ちゃんと速さとか伸びるしね。ちょ、何でしたっけ、スキルリング持たせたいな、スキルリング。ちょっと技が不安。よしよしよし、敵の数を減らせ、敵の数を、こいつを倒せ。敵の数を減らすんや。よいしょ、でここやろ。で、あ、ライザ、ライザどんな感じ。あー厳しいね、敵強いね、攻撃力やばいね、魔力プラス5。レスター初行ど、うーん、あら、またちょっと退く、引く、引いちゃう、引いとくか、引いた方がいいな、引いた方がいいと見た。ただもうライザーぐらいしか来ないよな。エルサンダー重さ7だから、レスター諸侯同盟で受けることができればいい感じですよね。スキルなんか持ってる？持ってない。まあいいや、とりあえず斬鉄して、オイフェフェで斬鉄して。いや、特攻武器めっちゃいいな。で、下がるでしょ、下がって、これライザーがどこまで上がってくるかはよくわからないけど、ラドネイどこか、ちょっとアーサーどこか、ちょっと、なるほど、ここね。やっぱりね。じゃあレスター諸侯同盟の鋼の槍、鋼の弓、じゃあキラー棒。ああ、いや、でも相手は平地から撃ってくるんか。まあ、しょうがない。ヨハルバ、ここの、ユリア回復の、ちょっともう、この道々詐欺ほんと嫌だ、マジで。ちょっ
もうロファルバで受けるしかない。いや、またなんか作戦が崩れたな。なんなんだちょっと。ちょっとこのターン反撃でダメージ与えときたいのにな。100% って、うわ、とりあえずこれは挑戦する価値あり。よしよしよし。うわぁ、頼むよ。74426、あ、一撃か。じゃあでもな、こいつらが来る。まあ、こいつら来るけど、ここは考えなくていいやろ。回復して、ヨハルバの勇者の王の一発目、一撃でも当たったら倒せるから、二回連続攻撃にかけようか。だから、こうしようかな。ん？こうしていいかな。土日サンダーは受けるから、ここやな。ここで勇者の斧を742回。よし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 。あー、イシュトー様、もう マジックリング、ありがとう。魔力ゼロか。そしてアーサーとか活躍させたいな。フィーで、ちょっと、今のうちにこいつら叩いとこう。厄介だ。このメルゲン兵、どうにかしたいけどな。ちょっと、平地的に、無理かな。暫鉄しとく？暫鉄しとくか。いや、もったいないかな。もういいか、でも。よし。暫鉄の剣大活躍やな。ここ。で、セリリ、ここ置いとく。これで、一旦。壁はできるな。58%。ああ、カリスマ欲しいな。まあまあ、この二人は、しょうがない。魔法はしょうがない。それ以外、それ以外。セリスかな？どっちもセリリに、ああ、そうでもないのか。避けろ、避けろ。必殺出してもいいよ、セリス。で、さすが。さすがだ。やっぱ意識が違うな。よし、いけそうだ。
まずこのリブロー軍団を倒す。よくも避けやがったな。よし、ラトネにレベル低い。よし、アーサーもレベル低いな。足が遅いとね、やっぱり育成遅れますよね。あ、いいね、いいレベルアップ。レスター諸行同盟、行けるなら行ってほしいな。まあ行けなくてもいいけど。あ、ちょっと待って。あーでも大丈夫、生き残った。あ、18か、食らってた。あ、なんか今日やばいな、すごい集中力がない。あ、守備高いな、18。なんか今日全然集中力がない。いかん、これは。ちょっと回復して場を整えます。